ああ、橋が。壊れた。きっとあの黒い影が。悲しいイベントが始まってしまう。海の主、次回ですね。はい、皆さん、こちらシスです。というわけで、やっていきましょう。さあ、来てしまった。皇帝ね、橋を壊してしまってごめんなさい。急いでたので、つい。娘をスービエから守るためだったの。という話をね、聞いた後にですよ。一旦リセットして、海風害を捨てる。そして、言葉が通じないから何言ってるかわかんない。こいつが橋を破壊したのね。戦っていきましょう。いやー仕方ねえんだ。やりたくはない。やりたくはないが、沈没船でスービエと戦うため、七英雄のイベントを進めるためには、これしかない。というわけでやっていきましょう。海の主戦。さあ、風浪剣よりは、もう短冊、本気で行った方がいいよね。いろりのサイドウェイ、マタドール、狙われるの、狙いマタドール、ワンチャン。いや、百花ひらめくかもしれんから、素振りして、ビーストかこれは、魚か。日本内から混合力かけて、コークかな。お、ひらめいた。わー、そっちか。百花ではなかった、感電症。コーク。いいダメージ。さあ、敵の HP は尋常じゃなく高いので、しっかりと補助を入れていきたいよね。うわ、一発やめて !999 回復。待て。法廷を起こして、コーク。700いいダメージ。あー、そこ来るか。狙われにく、あー、陣形が崩れて。うわ、待って。いやー、やーべえ。予想以上に強え。攻めよう。うわー、皇帝死ぬ。うわー、一文字、やばい。LP やばい。一死。あはははガチで強い、これは。ほんとすいませんでした。とりあえずさ、一回、インペリアルクロス、試してみたい。インペリアルクロスにして、戦闘マタドール。さあ、やっていきましょう。海の主、リベンジ戦。そして、地層も考えなければいけない。唯一、秘術を覚えてるのが、メディアスさん、かな？ファイボで変えていこう。そして、戦闘マタドール作戦。さあ、どうなるか、日本内から。この辺はもう火力ではないな。10。しかし、自動回復がなくなってくれればそれで美味しいが、死んでるのに。オッケー。再生がない。陣形崩れてるから、戦闘狙われやすいがないのか。来い、戦闘、通常。あー、後ろか。お、ナイス、これを待っていた。生命で起こし。自動回復がないのはマジでかい。あー、返せないか。一問、おー、危ねー、そこはセーフ。いやー、自利品だろうか、これは。敵 HP ね、2万以上確かあったと思うんすよね。サンボルいてー。あー、でもラバスある。うわー、無理ー。くっそ。いやー、さすがだわ。スービエさえ恐れたその力。いや、勝てん。くっそー。そしたら、先にシロアリやってこよう。で、この世代のうちに倒せばまあいいと思うんで、アリだー！やっていきましょう、アリ。ここはひらめき道場にもなるから、大切にやっていきたい。あと、感電症。お、ワームスレイヤー。風車なんか使えるんか。待て。うわー、落砲波。6万クラウン。9万クラウン。お、来た。あー、プラズマスラストか。そっちか。100回来てくれ。
お、カポエラキック、順調体術。お、フルフラット、かっこいい。お、即死。お、来た、影や。お、百花繚乱来た、でかい。お、幻惑拳。お、スネークショット来た。お、千切り、やっと来た、つえ。よーし、結構いい感じにひらめいたんじゃないかな。今のところはね、こんな感じ。一覧で示すと、だいたい初期技は覚えた感じかな。ちょっと拡大した方がいい？剣は千切り覚えたし、まだね、交流剣まだ覚えられなかったんだけど、風浪剣あるし、割と強い技は覚えた。体験斧のコンボ今やってないでしょ？で、槍も今やってなかった。で、召喚は、百花繚乱覚えたのがでかいね。で、さらに、弓は落砲波まで覚え、体術はマシンガンジャブ、さすがに26はひらめかなかったけど、そこまでは全部ひらめた。さあ、そしたら、クイーン戦、やっていきましょう。勝てっかな。2周目のさ、クイーン戦、結構、侮って大変なことになりましたからね、ノエル戦の前に。いやー、どうしよう。スタン効くんすよ。先生、あーでも、こう、後ろにいんのか、切り落としより、もう、火力で落とし切った方がいいかもしれない。HP が1万2000くらいなんよね。短冊打って、イロリナ百花繚乱から、エルダーボー瞬速打ち、術太陽光線、そしてコークスクリュー、いいダメージを期待しよう。瞬速弱え。あ、500、悪くない。百花繚乱に期待。800くらい。あー、500か。コーク800、キョンボが、お、大丈夫大丈夫。短冊が強え。あ、そうか、混合力かけるっていうのがあったのか。最初にかけておけばよかった。百花。太陽光も悪くないが、混合力で基礎力アップする方が重要だったでしょう。体術にも混合力かけたいね。超音波は耐えてゆく。まだ回復は大丈夫か。さあ、一気に攻めていこう。混合をかけて、術師、土術上げてる人もっと作りたいね。そしたら1ターン目に全員で混合力とかいう作戦が取れる。コーク、うわー、コークが1000超えた、強っ。防御も結構あんな。やっぱ海の主が異様に強かったのか。百花繚乱、なんかちょっとひらめきに行っても、いやー、過信防御林か。ひらめきに行ってもとか言うと負ける可能性あるから、このまま一気に押し切っていこう。コーク、オッケー、ナイス。1813技術点と。クイーンは一応レアないはずなんで倒しちゃって大丈夫でしょうと。さあ、そしたら戻るか。4万クラウン、玉虫ローブと。そしてハンターに話しかけると、一応字幕イベントなんでここは取っておこうか。大切な字幕イベントは取っておき。 OK、 レベルアップと。さあ、収入が4400。お、180万か。あと20万で大学が建設される。そして戦闘回数397、いい感じになってる。やるしかねえな。デュラーハン、スペクターソード、白手袋取れるまで帰れません。ゾンビか。ゾンビ系のモンスターってどこに出るんだ。お、マリオネット。皇帝も。さあ、そしたら海の主リベンジ、やっていきましょう。やっ
ぱり今だったらフリーファイト1かな。陣形が貧弱なんだけど、行動後防御がつくから、海の主足遅いことを利用していこうかな。で、1ターン目はファイボで地層を変えなければいけない。で、いやーまたドールに期待するっていうのも、前列4人いるから微妙だよね。百花で攻める、楽砲で攻める、そして金剛力かけまくり作戦かな。で、フォーク。ナイス先生。混合乗ったコークになったのはでかい。百花繚乱。ダメージは400か。キッチHP2 万以上あるんだが、10ターンっすね。あー、火力落ちてしまう。やっぱり弓の火力が低いから、弓で起こして皇帝に混合力。千切りのダメージがこれでマッハになったでしょう。あとは腕力依存の攻撃みんな打ってないかな。混合力はこんなもんでいいかな。うわー、そこに、おー、耐えた、ナイス。あー、耐えない。いって、防具が貧弱なのかな。全然耐えてないよね。いって、うわ、サンボル、キッチー、ラバーソつけてんだけどな。いやー、まだ勝てないか。厳しいよね。どうしようか。一応さ、沈没戦、もう少しでさ、沈没戦イベント始まるじゃん。まあ、もうすぐって言ってもまだか。そこまでには倒してないといけないんだよね。一旦月島行って、字幕イベント発生させて、年代ジャンプ。そして13世代後の、南誕生ダンターグ製、遠征後まで飛びたいね。待て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 。そうか、石の船を渡さなきゃいけないのか。これ。きつくないか？走れなくなった。これでもう一回無理へ行って。あ、よかった、沈まない。石の船があるから重くて沈むなんてことがなくてよかったわ。お、石の船、置けました。なるほど。へえ。これで、行けるようになったと。あっつ。魔導士がうさんくさいと。この間魔導士が来ていろいろ調べてったよ。その後石板が何枚か見当たらないんだ。完全に盗んでますね。視界文書なんだよな。未来が記されている。ああ、そしたら魔導士の砦に向かい、選択肢はね、どっち選んでも同じなんで、ここはかっけえよな。なんだかんだ石仮面吸血鬼になってしまう。穏やかに尋ね寝てみましょう。 HP がね、255未満だと上の選択肢選ぶと戦闘になるらしいんですが、今もう超えてますからね。ぜひ協力させてくれ、アイスシード。ちなみにね、これね、アイスシード捨てるじゃないですか。目の前で捨てても何回もくれる。ロマサガ2鉄板、ロマサガ2ではロマサガ鉄板。アイスシードもらって捨てて、いい加減にしてくださいって言われそう。いや、特に何にもないんだが。そうしたらコルムーン火山頂上まで登っていきましょう。お、レア的フレーム。お、来た、削岩劇。お、来た、ワニ側の鎧。これでガリアンブルーから取れてなかったワニ側をコンプと。さあ、ワニ側取って、あー、どうしようか。今、道中で取れたが、一応20分挑戦していたから、0.3 時間にしましょうか。というわけで、44分の13と。
こんな感じかな。3分の1くらいは取れた感じですね。さあ、さっさと固めて帰ろうと。アイスシード。よーし。しかしな、本当はこれ固めちゃいけなかったり。もう、バラージシュート。うわー、いたさあ、ありがたい。さすがは帝国の、皇帝陛下。この町も帝国の一部としてお納めくださいと。いうわけで、さあ、ここで年代ジャンプしてくれればいいんだが、してくれないと戦闘回数調整になってしまうと。お、118年後。あー、皇帝か。アマゾネスしたい、クリームヒルトしたいが、これから人魚のイベントを進めることを考えると、男皇帝の方がいいのか。てか結局、マーメイド人魚役のイベントで、サバンナ、ハンターから話を聞かなきゃいけないから、ハンターの字幕イベント残してたのは全く意味なかったのか。そしたらアマゾネス皇帝で、ギャロンのイベントと、年代ジャンプでおそらく南のダンジョンも攻略できるようになってるから、その2つやってもう一回ジャンプさせてライガーさんか。さあ、そしたらクリームヒルとアマゾネスにしていきましょう。アマゾネス皇帝。あ、なんか人魚っぽい。チャキーン、やるぞ。やっていきましょう。なんか生足魅惑のマーメイドなんだよな。あ、大学作ってもよかったが、一応年代確認しに行こうか。ひらがで年代。ワンチャンさ、コッペリアまで出てるって可能性も十分あるよね。あ、コッペリアまだか。15世。あれ、これは足りない疑惑が、あと1世代後にしなきゃいけないのか。そうしたら、ムーの越冬地、最後族と話して、今回はとりあえず場所だけ聞く。さあ、南のダンジョン。わあ、ゾンビいないのか。いやあ、ゾンビ系どっかに出ないかな。ゴブアナかテレルテパで出るらしいから、ちょっと戻ってきたわ。で、大学だけ建てていこう。誰か。うん、帝国も大きくなった。有能な人材を集めていきましょう。いやー、大学そこまで急ぐかっていうのもあるが、まあ早めには立てておきたいよね。さあ、そしたらやっていきましょう。ゾンビ系デュラハンからスペクターソード白手袋を取れるまで帰れません。というわけでデュラハン出てないんですけども、これがね、ロマサガ2最難関級。